このような惨事の再発を防ぐ方法はあるのでしょうかパイロットは最も責任の重い仕事の一つですがどのような検査を受けるのでしょうかアンドレアス・ルービッツは病気を隠していたようですその日の朝隣に座ってすでに1回飛行した機長でさえ気が付かなかったようですでは航空会社はどのように職員を検査するのでしょうかパイロットは毎年健康診断を受けます BBC はその様子を撮影する特別な許可を得ました エスターさんは飛行インストラクターとして健康診断を受けています医者として30年の経験があるピーター・ローリー医師はうつ病の兆候を見分けられますがそれほど単純でもないとのことです。 パイロットが平然とした顔ですべて順調だ心配事はないアルコールも週に1、2杯くらいしか飲まないと事実に反することを言うかもしれませんまた健康診断だけではありませんパイロットはどんな職業よりも多くの検査を受けています列車の運転士や外科医など他の命を預かる職業と比べてもです シミュレーターで定期的にプレッシャーの下に置かれます仲間の乗務員に懸念を感じたら報告をするよう奨励されています事故前のルフトハンザはヨーロッパの多くの航空会社と同じくロックされた操縦室にパイロットを一人残すことを認めていましたただし事故を受け他の会社と同意を規則を変更しました ですからパイロットの一人が操縦室を出ると客室乗務員が代わりに入り常に操縦室には二人いることになります。 今夜航空安全局はヨーロッパの航空会社すべてに今後常時二人体制を導入するよう勧告しましたもちろん現在のところ保証金について考えている遺族はいないことでしょうただ厳しい現実として保証の金額は例えば犠牲者の収入などそれぞれの事情によって異なり子供だとその金額が少なくなりますまたゾッとする話ですが地面への衝突前に飛行機の中で恐怖を感じた時間が長いほど金額が増えます 出出身国によっても大きな差が出ます一番心苦しく感じるのはこのような状況にいる遺族に対してイギリス人だから賠償額がアメリカ人より少ないとかドイツ人の遺族にスペイン人の遺族よりも賠償額が少ないと説明することです。というのも飛行機事故の被害者は衝突前の8分間皆同じような状況に苦しんでいるからです。今ののところころ一見見普通に見える男性が どうやってそれほど多くの人を殺したのかはまだ分かっていません。